皆さんこんにちは、コツバです。今回のコツバチャンネルの題名はこちらです。石川一正だけじゃない、家老石川忠成、石川家成、大ピンチ石川安永、新生石川忠房をはじめとする石川一族を紹介したいと思います。一般的に石川一正がこの中では有名なんですが、私コツバものすごく大きな疑問がありまして、それは何かというと、よく起こる疑問は、なんであの家康の腹心石川一正は秀吉の元に行ってしまったんだという疑問だと思うんですけれども、これは諸説あるとして、自分が一番疑問に思ったのは、一正が亡くなった後、子供の安永絶対かわいそうな立場にあったよねということを思ってしまうんですけれども、1593年に一正が亡くなって、秀吉存命中は良いとして、最終的に最大の庇護者秀吉が亡くなった後、石川康永の気まずさが一番やばくないかと思うんですが、今回はそこを考えているうちに石川一族を見ていこうと思いまして、この流れになって動画を作成させていただいております。まず石川家の立場から見ていきたいと思いますが、もともとは先祖は源氏と言われています。源氏の棟梁八幡太郎、源の義家の六男の源の義時を祖とする一族という説があります。この義時の兄弟には新田足利の祖となる源義国がいます。この義時からの流れの源氏を石川源氏とも言われています。石川家も源氏だったのかと、これは意外な部分があるんですけれども、石川家は安城譜代と古くからの重臣で、四代目松平親忠の代には石川親康が家老として仕えていたとされています。父正康は浄土真宗本願寺派の第8世宗主の蓮如とも関わり合いがあり、そのこともあって石川家は一向宗の門徒となっています。石川家の系譜としては、この正康、親康、忠相と続きまして、忠相は1557年に没するので、忠相の代でギリギリ家康と被り始めているということになります。この忠相は岡崎五人衆と呼ばれておりまして、清康の代に至るまでの松平家を支えていたとされます。この忠相の子供は本日の題名にも載せている石川明の神忠成となります。別名石川清兼です。この石川忠成も松平清康広忠に仕えておりまして、家老として政務の中心にいたとされています。この忠成の青年は不明となりますが、1535年の森山崩れで主君清康を失い、桜井松平、松平信貞の暴走等もあって、この忠成は神経がすり減るような思いをしていたことは予想ができます。その後も三木松平、松平信孝の牽制もあり、三河は引き続き大変な時期となっています。1578年に亡くなると、基本的には家康の代にはいたことにはなりますが、家成や一正の青年を考えると、すでに後半生は家督を譲り隠居していたということが考えられています。前半生は不明なことが多い人物となりますが、この忠成、家康が生まれる際には出産や病気の時に邪気を払うための引き目役を務めている人物となります。清康、広忠、家康の代で松平家を守るために奔走していたことは間違いなく予想できるということにはなるんですけれども、家成、一正のことを考えると、筆頭家老として政務に勤しんでいたと思われています。またこの石川忠成は1549年に本證寺の有力武士門徒115名が本證寺八代元正の遺言に対して忠誠を誓って署名した本證寺門徒連判状に名前がある人物となります。この内容は本願寺と相松を後継とする本證寺をどんなことがあっても守るという約束するための連判状ということになりまして、ここに署名している石川氏は33名もおりまして、後に三河一向一揆が起きた際の一揆方の拠点にもなっているのがこの本證寺ということになります。また石川忠成は妻には水野忠政の娘妙春二を迎えておりまして、この妙春二は於大の方の姉妹となり、流れ的には姉になるかと思うんですが、この水野家を介して家康とも近い存在になっていきます。この石川忠成の子供には、長男石川康政、次男一政、そして妙春二との子供の石川家成が生まれています。
娘には堺歌之助正親に嫁いでいる妙元尼がおりまして、堺歌之神家の重忠忠俊を生み、江戸時代初期の重鎮たちを輩出していくことになります。先ほどこの忠成は1578年に亡くなるとお伝えしましたが、徳川家的には1579年に家康嫡男の信康が自刃するタイミングとなりますので、その前年まで生きていたということになります。続いては忠成の長男の石川康政です。この長男康政は諸説ある人物となります。父忠成より亡くなるのが早く、あまりスポットが当たっておりませんが、この康政の子供が石川数正となります。この康政の諸説とは、この前までどうする家康でも描かれていましたが、三河一向一揆の前には亡くなっていたとされる説、もしくは三河一向一揆の一揆方の対象格とする説など、不明点が多い人物となります。石川家はこの後は石川家成が家督を継承することを考えると、一揆方についた説も頷ける点にはなります。一つ思うのは、数正の可愛がられようを見ると、この数正を総領としても良いような気がします。今川での人質時代には、駿府では家康を数正が守るというような形でこうもあったわけで、ただその間は三河は忠成、家成、康政が国元を守るというようなこうもあるので、ここだけで決めるのも難しいものがあります。弟の数正は1549年の安城合戦で戦死しておりまして、子供は三河一向一揆の際に一揆方についたと言われています。続いてはその弟で忠成の三男にして石川家の家督を継ぐことになった石川日向守家成を紹介します。母は於大の方の姉妹の妙春儀で、家康のいとことなる人物です。1534年生まれとなり、甥の石川数正は1533年と1歳差となり同世代となります。家康は1543年生まれとなりますので、家成や数正の方が少し年上といった形になります。前にも違う動画で話しましたが、家成どうする家康に出て欲しかったと思いました。この家成は1558年の家康の初陣の寺部城攻めでも先鋒として出陣しておりまして、家康から見ても安城譜代の家柄で、年上でいとこの家成という立場を考えると信頼されやすい位置とも言えるかと思います。その後の石ヶ瀬合戦や1560年の桶狭間の戦いの前の丸根砦合戦でも兵を指揮しています。長沢城攻めでも先鋒を務めている人物です。もうすでにこの頃は堺忠次と家康の両輪となっていたことが考えられまして、本当世の中に出てこないのが不思議でたまらないぐらい数正ばかり注目されてるんですが、家成も相当中心にいた人物となります。1563年の三河一向一揆では、石川一族は家康型一揆型として分裂して戦うこととなります。父忠成の動向は資料はあまりありませんが、この家成は甥の数正と同様、家康型として一揆型と戦っています。先ほど父忠成の時に紹介しましたが、本證寺門と連判状を出すくらい石川家は帰依していたわけで、回収するということも当時からしてみると相当なことと思ってしまいます。そこをも超えてこの一揆を家康と共に沈めているということになりまして、この時の家成の年齢は30歳となります。三河一向一揆の後の1564年には家康は三河を平定することに成功しています。この三河平定後に家成は西三河の旗頭となり、西三河の国衆や松平一族を取りまとめていく立場となります。東三河の旗頭は堺忠次がなっています。1568年に遠江侵攻が始まると、駿河を逃れてきた今川氏真は掛川城に半年近く籠城しますが、和睦し海上に至っています。この際に石川家成は掛川城主となっています。この時西三河の旗頭を甥の石川数正に譲っていると言われています。この後は駿河と近い掛川城は対武田の重要拠点となりますので、ここで遠江の守備に励んでいたことが考えられます。1580年には隠居し、嫡男の石川康通に家督を譲っています。1534年生まれとなるので、まだ46歳ということになるんですが、ちょっと隠居にしては早い気がするですけれども、何か病気的なものがあったのか、徳川家の中で40代での隠居はやはり少し早い気がします。
数正の存在もあったり、もしくは徳川家には多くの若い家臣が育ってきたりと、関東への国替えの際の国高に上位を占めた家臣たちの台頭もあったりしたかと思いますので、自ら世代交代を感じていたのかもしれないです。家康からは隠居領として伊豆梅縄に5000石を与えられています。こうして余生をゆっくり過ごしているモードに突入していくんですが、良かったのか良くなかったのか、復帰の機会が訪れます。息子の康道が父家成に先立ち1607年に亡くなってしまっています。この康道は関ヶ原の戦いの後に美濃大垣藩5万石を拝領しておりまして、康道の子供の石川忠義が幼少であったことにより復帰し大垣藩主となっています。幕政には関わっていません。大垣藩主となった2年後の1609年に家成はこの世を去っています。この後は石川忠義ではなく石川忠房が後を継ぐこととなります。この家成よりも1年前に生まれ、家成と同じ時代を生きたのがどうする家康で、松重豊さん演じる石川数正となります。家成誕生の1年前の1533年に生まれている人物です。先ほども紹介いたしましたが、家康（竹千代）が駿府に人質として出向く時から一緒に行動を共にしておりまして、家康の腹心となります。すでにどうする家康でも描かれていましたが、桶狭間の戦いの後には信長との清須同盟の使者にもなったとされまして、さらに人質となっていた築山殿信康、亀姫の人質交換を成功させておりまして、外交手腕の高さが認められるようになります。1563年の三河一向一揆の際は、石川家は深く浄土真宗に帰依している部分はありますが、家康方についています。父康政はすでに亡くなっていたとか一揆方についたとか、ただ説はありますが、石川宗家は叔父の石川家成が継いでいる状況となります。しかし数正も変わらず家康の家老として活躍していくこととなります。1569年に叔父の石川家成が遠江掛川城主となると、西三河の旗頭を継ぐこととなります。その後は1570年姉川の戦い、1572年三方ヶ原の戦い、1575年の長篠の戦いと徳川家の主たる戦場には必ず参加している人物となります。その後が信康付きの家老として岡崎城で信康の補佐をしておりますが、1579年にはその岡崎のボス信康が自刃することとなります。これには今でも諸説あるお話ですが、何にも背景を考えないとすると信康を助けることに奔走したことは考えられますが、徳川家のためにという路線を考えた時に受け入れたんだろうなと納得してしまう部分はあります。そして1584年小牧長久手の戦いを迎えています。この戦いで局地的な勝利はあるものの、秀吉と家康は和睦することになります。徳川方は秀吉など恐るに足らず状態でありましたが、数正は秀吉の強大な力を理解していたとされます。そしてその後秀吉のもとに出奔することとなるわけです。出奔理由も諸説ありますが、徳川家はてんやわんや状態になったことは間違いありません。仮に家康は感づいていて徳川家を守るために行った説があったとしても、秀吉のもとに走ったのは間違いなくて、秀吉のもとで井伊直政と再会した時は罵倒された話などもありますので、数正の裏切り行為には変わらないかと思うんですけれども、小田原合戦の後に数正は信濃の国深市城8万石を秀吉から拝領しています。家康の関東への抑えの位置づけとも言われている配置となります。そんな数正は1593年に文禄の役の陣中に九州で亡くなってしまっています。そして秀吉も1598年にこの世を去っています。冒頭私が疑問に感じたこのタイミングのことなんですが、数正は秀吉存命中に亡くなったのでその状態は訪れなかったんですが、問題は数正の子供たちなんですけれども、石川安永の立場の問題です。秀吉の死後一気に形勢が家康方になびくわけなんですが、豊臣秀頼はいるとはいえなまら気まずくないですかこの状況と思ってしまうんですけども、元主君に天下の流れが傾く、裏切り者呼ばわりしてくるような徳川家家臣はたくさんいましたでしょうし、今さら徳川家の家臣に戻れるのかという話もありますし、考えるだけでも安永の気持ちになると絶叫しそうなんですが、こうなると数正の出奔が徳川家を救うために数正が豊臣の懐に飛び込んだ、
そして家康だけはその旨気づいていて、安永を裏切り者の子供として扱わなかったということであってほしいと思うんですけれども、その逆で完全数正の個人的な理由で出奔したとした場合、家康からも徳川家臣からも裏切り者の息子のレッテルが貼られてしまうという恐怖の状態になります。結局この後は家康率いる会津征伐に参加しておりまして、東軍として従軍しています。関ヶ原の戦いの時には秀忠軍として上田城攻めにも参加しておりまして、それによって不可市城8万石は安堵されているということになります。家康優しいと思うんですが、やはり数正の過去の功が関係している可能性もありますでしょうか。しかし出奔していなかった場合には譜代大名筆頭となるところ、そこは戸ざまとなってしまっています。しかしこうなる運命だったんでしょうか。1613年に大久保長安事件が起きています。長安死後、長安が私腹を肥やしていたという罪で大久保一族が切腹となり、安永の娘が大久保長安の嫡男の大久保藤十郎に嫁いでいたこともありまして、共謀したとして連座し不可市藩を改易されてしまっています。この時弟の安勝、安継も連座し改易となってしまっています。この安勝は後の大阪の陣で豊臣方として馳せ参じておりまして、夏の陣で戦死してしまっています。この時には旧石川家臣たちも多く付き従い大阪城に入ったと言われています。安永の改易はもともと計画されていたのかもしれないということを思ってしまいます。安永はこの後に豊後の国に配流され、その地で1642年に没しています。1554年生まれとなりますので88歳ということになります。信康が1559年生まれとなるので、桶狭間よりも前に生まれ家光の治世まで生き抜いたということになります。このようにこの家系は表舞台から姿を消すという結果になります。ここで石川家の別血統を見ていきたいと思います。本證寺門徒連番状には石川氏が33名ほど署名してるんですが、詳細不明が多く誰のことを言ってるのか断定ができないんですけれども、連番状には石川信成という人物や石川康成という名前もあったりもします。忠成や家成と近しい人物なのでしょうか。ちょっと予想にはなるんですけれども、2人ほど別血統で紹介したいんですけれども、1人目は石川春重です。父は石川康永と言われておりまして、康永は先ほど登場した数正の子供の康永とは異なり、石川正康の長男の康永となります。1509年生まれとなりまして、信康の家老的な存在で岡崎に詰めていたとされる人物です。数正は1533年生まれとなりますので、年齢的には忠成と年齢が近いかもしれないです。この春重は1575年もしくは1579年に切腹を命じられたと言われておりまして、大賀八代事件に関連していると思われます。悲しき最後を遂げてはいますが、家老的立場にあったのは石川氏として有能な人物であった可能性もあります。春重の子孫の家系は旗本となっています。もう一人は同じく別流と言われている石川重政なんですけれども、1510年生まれで1596年まで生き抜いておりまして、三河一向一揆の際も改宗して家康方として戦っています。また石川宗家の話に戻っていくんですが、先ほど紹介した家成の家系が宗家として残っていくわけなんですけれども、そんな家成家系も前途多難な家系となるわけです。先ほど家成が隠居し康道が後を継ぎますが、康道が家成よりも先に亡くなり、かつこの忠義が幼少によって家成が再度表舞台に出てくるんですが、そんな家成も復帰後2年で亡くなってしまっています。この時に孫の石川忠義はいましたが、この家成の後を継いだのは家康に可愛がられた石川忠房が後を継ぐわけです。この忠房は簡単に言うと石川家と大久保家の血筋を継いでいる人物となります。忠房が生まれた経緯はというと、家成の娘が大久保忠親に嫁ぐこととなります。そこで忠親の息子として生まれたのがこの忠房となります。家成にとっては孫ということになるんですけれども、忠房は次男となるので大久保家は継がず、さらに1600年には家康の命にて石川姓を名乗るようになっていたと言われています。家康の覚えがめでたいことを考えると、忠房には家康が求めている聡明さを兼ね備えていたのかもしれないと思います。大久保忠親も忠房が聡明であればこそ石川家にやるのを拒んでいたことも大いに考えられます。
そんな忠房は1609年に家斉死後、忠義の代わりに石川宗家の家督を継ぐこととなります。大久保忠隣の次男として生まれた男は美濃大垣藩五万石の藩主となります。順調な忠房ですが、すぐに事件に巻き込まれることとなります。父大久保忠隣が改易となってしまうわけです。この忠房は直接関与していないものの、連座することとなり謹慎となっています。しかし家康より忠房は石川家を継いでいて、大久保家とは関係がないと許され、大阪冬の陣に参戦することが許されています。その後熊本藩で加藤清正の子供の加藤忠広が改易された際には、熊本でその処理に当たったと言われておりまして、幕政にも関与している人物です。下総の国、桜藩七万石、その後是々藩に異邦となっています。家光の娘が生まれる時には引き目の役を務めるなど、秀忠に続き家光にも信頼がされていたと考えられています。その後はこの家系は伊勢亀山藩に定着していくこととなります。忠房の人生を見ると、父忠隣に連座したわずかな期間は不遇の期間と言えますが、なかなか徳川家臣の中では数少ない終始安定した立場が築かれていたとも言えるわけです。子孫には大老老中はいないんですけれども、寺社奉行や若年寄りなどで幕政に関与した子孫たちを輩出しておりまして、家系自体もこの忠房から大きく広がっていくこととなります。そんな忠房は1651年にこの世を去っています。ということで、今回は数正も当然偉大な人物でありましたが、大変な立場になったであろう息子の安永、そして家老として勤めてきた忠成、家康のいとことして石川家の総領として家康を支えた家斉、家康のお気に入りレベルが相当高かった石川忠房を中心に、数正以外の人物についても強めに紹介させていただきました。今回どうする家康で、石川家はまだ数正だけしか出てきていませんが、この後の展開で少しでも多く出てくると嬉しいです。自分は割と忠房が好きだったりします。石川家の歴史の入り口にあるのは数正だったりもしますが、石川家は他にも家康に信頼され、徳川家中で中心にいた人物も多数いる一族となりますので、またいろんな機会で紹介できたらと思います。この度は骨場チャンネル、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。